Hello everyone! 大口です。いきなりですが問題です。この2つの文章、正しく意味が取れますか？これ、どちらも couldn't が使ってありますよね。ですから、なんかよくなれなかったとか、もしくは賛成できなかったみたいな意味に取っていませんか？それ、実は見た目に騙されてしまって、couldn't比較級の大きな罠にかけられてしまっているんです。今回、could が使ってありますが、これは過去の話をしているのではなく、今回は仮定法、つまり仮想のお話をしていると思ってください。英語では現実とかけ離れた仮想のお話、いわば何でもありの世界ですよね。この話をするときっていうのは、実は時制を一個わざと前にずらすんですね。そのせいで今回は過去形になってるんだと思ってください。これを踏まえると、couldn't比較級は、たとえ何でもありの世界だったとしても比較級、これ以上ほにゃららないが直訳ですよね。で、これの意味というのは、実はもうすでに一番上にいるんですね。で、一番上にいすぎるから、たとえ何でもありの世界でもこれ以上上になんていけないぐらい一番上だというイメージなんです。ですから、クルンと比較級を見つけたら、もう最大限にほにゃららだというイメージで考えればバッチリです。実際に問題でやってみましょう。1番、 It couldn't be better。それは、たとえ何でもありの世界でも、これ以上良くなれないぐらい最大限いい。つまり、1番は最高だという意味。じゃあ2番どうでしょう。 I couldn't agree more。 私は、たとえ何でもありの世界でも、これ以上賛成できないくらい最大限に賛成してる。つまりは、大賛成という意味になってたんですね。では、最後にチェックです。3番、 It couldn't be worse。 これどういう意味でしょうか。それは、たとえ何でもありの世界でも、これ以上悪くなれないぐらい最大限悪い。つまり、最悪だという意味ですね。これで、couldn't比較級はもう大丈夫です。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.